どうも。ただいまね、真夜中の1時半ぐらいかな。言いますか。完全なね、今回一人調合で、これにね、入魂していこうかなと。で、ちょっとこのプラスチック剥いとこうか。プラスチックね。ここのプラスチックさ、なんか俺なんかね、車買ってね、初めて車買った時なんかね、あの車のね、あれね、1年以上つけてたからね、あの剥がすのがもったいないっつってね。だけどこれ外した方がいいみたいなんで、ここちょっと外していこう。ここから風邪ひいたら意味ないんだ。貧乏症ってなかなか治んないんだな。これ剥がすのがもったいない気がするんだよね。ちょっとね、到着したらね、おそらく真っ暗闇なんで、もうここで仕掛け作っとこう。ちょっとリーダーこれ巻いとこうか。14ポンドでいいよね。あのキョバス今回ね、小さいの狙ってないんで、でかいのだけなんでね、スレーナースね、リーダー長めでいこう。この P ラインとこのリーダーの太さがね合ってないとちょっとこのノットだと外れるんだけど、この俺の簡易高橋ノットでね切れたことほぼないんで、いやいやこれもつけておこう。もうこれもね真っ暗闇の中でね結べないっつってね、やっぱりブレーバーのスナックレスネコあれで巨大魚トロども。もう今回はねちょっとこれの付け方よくわかんねえんだけど、自分がちょっとこれ本物のスナックレス猫やってる人にこれ違うって怒られそうな感じだけど、ちょっとかなり適当にやってます。水中に入れて自分の目で見てあの動きを確認してやりたいかなと。ネイルシンカー使う釣りって俺の動画見てくれてる人はねほぼ一回も見たことないと思うんですよ。今まで生まれてからね 2,3 回しかしたことがないですよね、これ言って。ただねデカバスで、こうやってやってさ、ネコリグでさ、ここをわざと出しといて、コンコンって音で誘うって言うけど、今回はね、超クリアウォーターなんで、この音出したら二度と釣れないから、魚逃げちゃう。隠す。クリアウォーターでは。コンコンとかいう音はいらない。隠しきる。バレちゃうから。で、これで、ちょっと曲がっちゃってるけど、ふわーって、ふわーって、スナックレス猫って、スパーって、コンコンコンって、針がでかいかな、ちょっと。もう一個ちっちゃい針が良かったかな。まあいいや。よっしゃ、じゃあ行こう。外気温18度。やるぞ。早朝5時半。まだ映ってないけど。やっていくぞ。ワールドシャウラー&18ステラ。第一投目行くじゃます。スナックレス猫。取ったるしかない。はい、皆さん。開始3投で根がかりして気分が悪いんで、ミノを投げてきます。ヨウズリミノ、これを巻き倒して早いタイミングで巻いてバーンと取ろうかな。ただ朝一の根がかりたら立つね。なんかそこにロープが入ってて、なんかしら変なロープに引っかかってね、根がかったけどミノで反射食い狙ってきます。はい、開始約30分40分ぐらい投げたかな。全く反応なし、こんなマベバスバ1匹ね、10センチのが食ってきた。それだけ。エビもパッチか。キーワードエビもパッチだよ、このネコリグで。いますか。今年は異常だね、バスがいないわ。エビのパッチ結構ね、こういう岸際土砂漏についてることあるんですよ。木の下意外についてる。なかなか相変わらず厳しいですな。そうかね、相変わらずうんともすんとも言わないんで、これ使っていこうか。これで釣れんかったらしゃあないよね。もうね、順番に全部打ちまくってきてる。全てのポイントをね、全て通してくるルアーをしまいに釣れるはず。滑らかでいいよ。初めて使ってるからね、これ。ステラ&ワードシャウラ。ちょっと小バスのバイトがコツっとさっきあったけど、ちっちゃいな。でかいの来てほしいんだよね。びっくりするぐらいね、釣れないんで、
これに書いてみます。ポイントもね、いろんなとこ投げまくってるよ。全く反応がない。バスが今日いないのかな。ネイルシンカー 0.9g 入れました。くれねえかな。このワンめっちゃ釣れそうなんだけどね。見てこんなイメージ。なんか釣れそうじゃない。ほらエビもパッチって感じで、ネイルシンカー 0.9g で、この折ったら食うでしょ絶対。バスがいないとこ投げてんだよ。ちょんちょんちょん、このエビにしか見えないから絶対食うんだよ。バスがいないとこ投げてんだな。びっくりするぐらい バイトがない。ひどいわ。どこにいるんだよ。さあ全く釣れないですけど、結局31割った山線香に戻っちゃって、かなり厳しいね。はい、12時になりました。びっくりするぐらい釣れない。釣れた。わーし、ほら、あ、よっしゃ。あれから散々投げ倒して、寂しいね。でも気持ちいいね。一匹でも釣れると気持ちいいね。そこのウィードの中に芋ぶっこんだら小バスが釣れた。でかいのいねえかな、ウィードの間。でかいの潜んでてもおかしくないよね。ただ小バスが群れてて、小バスが釣れすぎちゃうような気がするな。これよっしゃ、来た。おでかいのか、これモバケか。うわ、でかいわ。うわ、ちょっと待って、モバケ食っとる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 。うわー、藻に絡んだな。うわ、モバケしとる。ちょっとでかいぞこれ。ちょっと待てちょっとでかいぞ、ちょっとでかいぞ。うわ、でも藻に入っちゃった。ついとるついとるついとる。うわ、え、でかいこれ。やばい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 。でかい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 。ポイッシュ。でかいの来た、でかいの。でっかい。ヒュージ。小ヒュージやった。やっぱり。もう藻が重いからさ、55ぐらいに来たのかと思っちゃって。小ヒュージやった。小ヒュージ。水草木は結構小バスが群れてるな。あの中に大バス入ってねえかな。ワールドシャウだと。このステラで。当たった。フィッシュ。フィッシュ。来た。うわ。当たった。引っかかった。コバス祭り。コバス祭りやん、これ。ちょっと俺の求めてるのは違うんだけどな。ヒュージが、くそ。でも嬉しいね、釣れると。ちょっとあそこのウィード周り、あそこいるんじゃないか。あそこのウィードのところ、あそこちょっとぶっこんでみるか。ウィード、あの水草の上に落として、水草の上をちょっとこう引いてくる、フロッグ的な。くとる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 。フィッシュフィッシュ。オッケーオッケーオッケー。ぶっこの木、ちょっとでかいでかいでかい。よし。ふ
つもの小バス祭りになってきた。球児でもなんでもねえよ俺。でも釣れると嬉しくなってくるんだよね。ちょっと釣り方変えないかんか。よし、ナイスアイ、ナイスアイ。ちょっと小バスが釣れすぎてここちぎれてきたんで、こっちがね、こういう場合自分はね貧乏症なんで、こう逆にします。まあ正直逆でも釣れる。よいしょ、やっぱ芋最強。こういうウィードはね根がかりしないんで、ここの針先をこう隠しておけばほとんど根がかりしないんで。ちょっとヒュージュはサイトで取るしかねえな。サイトで、おっとおっとおっと、ヒュージュおった。目で見てでかいやつを狙って釣る。またもやフィッシュ。このサイズしかいないな、ここ。このサイズが群れてるわ。15センチから12センチの超小バスが群れてる。ああ、ヒュージおった。ダサー言ったな。おるよでかいのも。届くか。おお、いいとこ行った。たまにでかいのバザーしてるから。穴入ったぞ。奥にでかいのあるけど、もばけしちゃうな、あれ。当たったけどちっちゃいな。食ったぞ、食ったぞ。うわ、おお、でかい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 。これはでかい。よっしゃ、でかい。いや、小ヒュージや、飛び出してきた空中から。ちっちゃいか、食ったぞ。おっしゃ、おお、おお、でかい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 。よっしゃ、くっくるき、ブルーギルが芋丸飲み。ブルーギルが芋丸飲み。なんで怪我してるの。ブルーがいるっていうことはヒュージもいる。ああいうイエローがいるとね、イエローを食べる。今釣ったイエローを食べるためにビッグも来てる。クトルクトルクトル。ちっちゃいな。あ、ちっちゃ。5センチや。いつもの小バス。
バス祭りで終わりました。スパイポイ。これ今これでね、20センチ1匹釣りました。はい。なんてうまい。12時間。ビッグは出なかったけどね。スモールばっかり。次回バゲホン取れる。